はい、おはようございます。釣り子 TV です。ルアーをですね買ってきてみました。これもフィッシングショーでですね見てすごい欲しいなと思っていたやつがやっと店頭に並んでいたんで一つ買ってきてみましたよ。こちらジャッカルの小さじスプーンですね。この綺麗なスプーンがかっこいいパッケージに入っていますけども、こんな感じでジャッカルの小さじっていうことですけどね、3.3g で、価格が1個630円っていうことだったんで、これ税抜きの価格ですけどね、買いやすいんで2サイズ買ってきてみました。あとですね小さじ 1.8g、1.8g と 3.3g、 この2つをですね今回買ってきてみました。で、早速ですね開けていきたいと思います。こっちかな。じゃあ小さじの 1.8g 開けていきたいと思いますね。裏になんか書いてあるな。投げて巻くだけとにかく釣れる魔法の小さじスプーンということでここに書いてありますけども、小さじみたいな感じのこんなパッケージに入っております。小さじはどういう感じですか。はい、出てきました。小粒だけどすごい綺麗なカラーリングですよね。うん、で裏側もなんかすごい綺麗なこうキラキラした、で1.8g って書いてあるんですけどね。で最初からこういったちっちゃいですねこのスイベルとスナップがついていて、出してそのまんますぐに糸に結べば使えるよみたいな親切設計になっております。フックはシングルフックでこんな感じの綺麗なティンセルが巻いてあるんでアピール高そうですね。これちっちゃなちぎるですよね。こんなカラーなんですけども、いやー目もしっかりついていてかっこいいですね。こんなちぎるいますよね。結構もうだいぶギルも浮いて見えるようになってきたんで、木の影とブッシュの影とかですね、あと護岸際とかよーく見てるとこの手のちっちゃいギルがなんかちっちゃいプランクトンでも食べてるんですかね、こう護岸をてい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 ってずっとなんかついばんでるのを、よく見たりしますけども、そういったところで下からバスが虎視眈々とそのちぎるを狙っているなんていうシーンよく見かけますからね、そんな時にいいんじゃないかなと思ってこんな感じのちぎるみたいなカラーと、あともう一個 3.3g の方はこれですね、ホーランワカサギ。ワカサギも結構自分の行く湖で餌になってるベイトの一つなんで、ホーランワカサギで、こっちがもうそのまんまブルーギルって名前が書いてありますね、この2色を買ってきてみました。でですね小さじこの裏にはいろいろ書いてないんですけど、ジャッカルーのホームページを見るといろいろ細かく説明書きが書いてありますんでちょっと読んでいきたいと思います。とにかく釣れる魔法の小さじスプーン、もっと多くの人に魚が釣れる喜びや楽しさを体感してほしい、そんな川島努の思いを形にするベクタドについた答えが全てのルアーの元祖ともいえるスプーンという形状でした。川島努が、プロデュースするこの小さじはブラックバスはもちろんブルーギル、ハス、ウグイやニゴイなど淡水に生息するあらゆるフィッシュイーターに有効です。巻くだけでヒラヒラと弱い小魚を演出し誰でも簡単に使うことが可能です。応用としてディープでのリフト&フォールにも対応し、シンプルな形状ながら様々な使い方ができるのも特徴の一つ。初心者や女性、お子様でも気軽に使え、とにかく一匹を釣りたいという思いに応えてくれるアイテムです。で、下の方に、ホームページの下の方にさらに細かい説明が書いてありまして、適度な引き抵抗のある形状、水中でのルアーの動きがわかるよう、適度な引き抵抗を生み出すボディ形状です。難しい操作をせずとも巻くだけでルアーを動かしているという感覚が伝わってくるので誰にでも使いやすいアイテムです。ちょっとウォーブル系の動きで多分プリ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 ってちょっとした引き抵抗みたいなの感じるような泳ぎなんでしょうね。で、根掛かりが少ないティンセル付きシングルフック、
フックの存在をぼかすツインセル付きのシングルフックを採用。本体のアクションに伴ってキラキラと明滅して様々な魚の興味を集めます。さらにフックポイントが常に上を向いてアクションするため目がかりを気にすることなくお使いいただけます。ということで、このシングルフックが投げると常に上を向くっていうことで根掛かりがしづらいよって、トリプルフックじゃないから根掛かりもしづらいよっていうことですね。で、3種類のラインナップ、ベイトフィッシュやターゲット、タックルに合わせて選べるラインナップです。ブラックバスのみならずブルーギル、ハスウイやニゴイなど淡水に生息するあらゆるフィッシュイーターを狙うことが可能です。ということで、この上にですね、4g 台のもありますんでね、 4g とか、あとこの 3.3g であればベイトフィネスのタックルなんかでも、投げやすいんじゃないかなって。この 1.8g はまあそうですね、スピニングタックルで4ポンドラインとか、あとは PE ラインとかで投げるのに適してるんじゃないかなと思いますけどね、3g 台、4g 台のはもうベイトフィネスで使ってみようかなというふうに思っております。で、最後にですね、手に取りやすいパッケージデザインということで、はい、こんなパッケージですね。店頭でも一目で小さじと分かるようなパッケージデザインを目指しました。おしゃれで手に取りやすいパッケージに仕上がっておりますということで、確かになんだこれと思って思わず手に取っちゃったんですよね。と思って、これ釣り具屋さんで手に取ったら、フィッシングショーで飾ってあったちっちゃいスプーンかと思って、結構これがずらーってサイズ別で並んでると気になりますんでね、なんだろうってよく見たらジャッカルって書いてあって、小さじなんですね、このパッケージを見かけたら、入れ食いへの入り口かもしれませんね。で、こういった小型のスプーンですね、もちろんさっき話したようなちぎるが、湧いているようなところでも投げてみたいなとか、あとボイルフィッシュに投げ込んでみたいなっていうのもあるんですけども、一番ちょっとこのちっちゃいスプーンを想定して使いたかったところがですね、管理釣り場ですね。1年に何回かですね、宮城アングラーズビレッジとかそういったところに行くんですけども、そこでペレット以外にも、シーズンによって捕まえてきたボラの稚魚とかですね、イナッコですね、あとは鯉のちっちゃいやつとかを巻くライブベイトタイムみたいなのがある時があるんですね。毎日やってるわけではないんですけども、その生餌が入荷した時限定とかだったりするんですけども、そのライブベイトを巻いた時に、例えば宮城アングラーズビレッジとかだとストライパーっていうすごい珍しい魚が狙えたりするんですけども、そういう魚、ベイトフィッシュを変色している魚ですね、生魚にしか興味示さなくなるんですね。そういった時にこのスプーンがめちゃくちゃ効く時があって、キラキラして表層を引けるスプーンにだけ、後半のミノーとかでももちろん釣れるんですけども、ワームよりはスプーンとか使った方が入れ食いになったりするなっていう時がありまして、そういった時にボックスの片隅にこういったのを準備しておくと非常にですね、アドバンテージになることがあるんですね。そういう時を見越してちょっとスプーンなんかいいものがあったら買いたいなって、小粒の 3g とか 2g ぐらいの欲しいなと思っていたところに、これがついに発売したんで2個買ってみました。あとはあれですね、もうしばらく行けないかと思いますけども、まあハワイでレイクウィルソンでピーコックバスを狙う時なんかもこういった小粒でキラキラするやつめちゃくちゃ効くんですよね。デラクとかが一番釣れたりするんでしょうけども、そういった時にこの今度は小さじ、こういった重さもいろいろ遠くに飛ばせるサイズまでラインナップしてますからね、ここら辺のをボックスに入れておくとですね、非常に入れ食いになるんじゃないかな。でまたいくチャンスだったらこういったのを投げてみたいななんていうふうに思いますけどね。で、そのストライパーとかピーコックバスとか、まあ、はたまたあとシーバスとか狙うときはどうでしょうか。このフックはもうちょっと強めのに変えた方がいいかもしれませんね。自分なんかは管理釣り場でストライパーなんかも70センチ近いデカストーなんていうのが釣れちゃう時ありますからね、そういった時はこの針をですね、サクラマス仕様の針ですかね、シングルフックで、釣り具屋さんに行ってよく見るとシングルフックでもやたら太軸で鋭くて丈夫そうなちょっとサイズの大きいサクラマスなんていう針とかあったりしますからね、
こら辺の針に変えたりすると、そういった大きな魚を狙う時なんかも、ランディングまでしっかり持ち込めるなんていうのもあるんで、ぜひ覚えておいてください。というわけでですね、今回はこういった感じで2つ600円で、ね、700円ぐらいしたかな、買ってきちゃいましたよね。ジャッカル社から出たですね、川島つとむさん、亀山の、最強の川島さんが作成した小さじ、これをですね2個買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、水耕 TV でした。